こんにちは、まやでございます。サブアカですね。リセマラしました。この先々のことを考えると、あの手持ちではきついのではないかなと思って、リセマラ、ツイキャスの方で、みんなに手伝ってもらってやったんですが、はい。リセマラした結果、こんなような引きをしまして、かなり、いい手持ちになりました。ここからね、頑張っていこうかなって思います。ガチャの時間はテロップで貼っておきます。ここからが、ガチャの時間となりますので、それまではちょっと雑談で、今ちょっと背景の雰囲気が違うのはですね、電波はよくわからないですが、死んでしまいまして、普段この携帯のテザリングで全ての電波を賄っているんですけど、なんか SIM カードの状況がなんかおかしいかなんか知りませんが、全てテザリングできなくなってしまいまして、今このような感じで会社に引きこもりで、コーヒーから水から買い込んで、三が日なんでさすがに会社の人間誰もいないんですけど、たった一人ぼっちでずーっとネットつないで YouTube やらいろんなものを見ながら、過ごしている感じです。で、動画一本撮りたかったので、動画一本撮りたいし、ゲームもできないんで家にいて、だからもう会社ごもりです。引きこもりではなく会社に今こもってます。で、正月ルシファーだけこのアカウントはないので、正月ルシファーを狙って超中心祭引いていこうと思うんですが、まあ、正直何引いたっていいというような、状況下ではありますので、とりあえず覇者の塔をクリアできるぐらいのレベルのキャラクターが勢ぞろいしてくれたらなって思うんですけど、まあそんなにね甘くはないので、とりあえず今30連目ですね。30連目引くんで、さっきの画像以外で引いたのはゴッホしかいないんで、ゴッホじゃちょっと寂しいですよね。はい、なので10連プラス一発引いていこうかなって感じです。行ってきます。それではやっていきましょう。ガチャルガチャルガチャル、正月ルシファー確定。あー、はい、確定に来てください。お願いします。あー、確定なしか。正月ルシファー来て、まあいっぱい止まりますからね、このアカウントは。はーい、猫型ロボット。猫じゃないな、何ロボットなんですかねこれね。はい、おへー、マジか。可愛いけどね、重心化来てほしいですよね。重心化来てほしい。重心化あるんじゃないかな、思ったら匂うよね。いやー、ハムマン、ゲスの極み。それハマ感だね。うわー、モンスト1エッチなキャラクターですね。僕はね、アフロディーテを見るたびに、いやー、ハムマン、ゲスの、あー、ベオウフか。違う、お前じゃない。入れ墨おしゃれだね。ストップガチャ、ガチャをやめいって。こいつが来るとね、ガチャをやめなきゃいけない合図に俺は思えるんだよね。やめいって言ってるんだろ。あー、いつもねこいつね、シュリとヘルメス、エルメス、エルメス、ヘルメス、あれなんかすごいブランド品みたいになっちゃった。エルメス、シュリとエルメス迷っちゃうんですよ。モンタナ一体はやだ、お願い。おお、お、いいじゃん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 。ダイヤモンドだね、あー、おおおお、全部揃った。いやー、ガチャのありがたみだわ、本当に。いやー、無課金で全部揃った、30連で。あ、これ完璧なアカウントですね、完璧だ。うわ、
ということで、手持ち今見てみましょう。ですね、レンブラントじゃねえやパンドラ、正月ガブリエル、正月ルシファー、30連で全部揃いました。サブアカモア、モアアカウントありがとうございます。あざます。ということで、サブアカ覇者の塔なり、今後のことを考えて、まあ、ニアカあった方が運曲とかもすごい作りやすいですから、ということも含めてですね、ガチガチでサブアカも回していこうと思ってます。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ご視聴よろしくお願いします。顔合わせ手伝っていただいた、ツイキャス見に来てくださいましたツイッターの、ご視聴視聴者様、本当にありがとうございます。はい、それでは、お疲れ様でした。またのご視聴よろしくお願いします。それではバイバイ。動画最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。チャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうだね、サザエさん、私の完全体の姿は。